ワンピキャラがアイドルな世界線でありがちなこと。に対する読者の反応集。ライブ中、アイドルにあるまじき顔で喧嘩するゾロとサンジ。いいな。ライブのパフォーマンス扱いされるからみんな安心して見てる。ステージ上で迷子になるゾロ、ゾロファンの間で、こっちじゃない。反対、右、とか案内内輪を作るのが流行る。キャベンディッシュは間違いなく王子様路線で売ってる。四皇、ファンたちから絶大な人気を受けていると聞く。キッドとキラーのグループは時をみたいにバンド路線で行ってそう。美しすぎて逆に不祥事やらの炎上騒ぎが絶対に起きないハンコック。懸賞金はファンの人数。ルフィはファン差すごそう。男女でファン差が違いすぎると話題になる惨事。インスタライブとかで、男は入ってくんな。お前男か、出てけ。って言ってそう。逆に男に対しての方がリアクションでかそう。アイドルグループ、麦わら、の惨事が、人気ブラックアイドル、ジェルマダブルシックスに似てると陰で噂になる。ライブツアー中、毎回デコグリしてる両翼、ライブ終了後の感想でファンが、今回もノルマ達成、などとつぶやいている。全員体力バチバチにあるから、歌いながらめっちゃ踊ってるんだろうな、口パク疑われてそう。元から個別で人気だったクロコダイルとミホークをペアで売り出す予定だったが、広報担当が押しバラドル、バギーを勝手に混ぜてしまい、面白トリオとなってしまった、黒すぎるド、クール系と思われていた二人の意外な一面が知れてこれはこれでありだなとなっている模様。ルフィが麦わら帽子をファンに投げそう、シャンクスのじゃないやつ。ルフィの密着取材でなぜか出てくるゾロ、ゾロの密着取材で出てくる農業が趣味の謎のおじさん。ハンコックとサンジは男に塩対応で有名。ハンコックは男ファンが女になりたいと思うやつで、サンジは女ファンが男になりたいと思うやつ。大食い番組にアイドル枠で出演して、すべてを平らげ優勝してなお、まだ足りねえと騒ぐルフィ。CP9、ゼロ、のファンさ、カク、フクロウ、クマドリ、ネロ、は明るくてふったりしてくれる。カリファ、ジャブラ、スチューシー、は投げキッスとかセクシーなのをしてくれる。ブルーの、おじさん、は小さくてふったり控えめにしてくれる。スパンダムはぎこちないけどしてくれる。ルッチはしない。代わりにハットリがする。個人アカウントでジェルマ公式アカウントとソラ公式アカウントをフォローし、すべてリツイートしてるアイドルが複数人いる。もともとただの絵物語だったのが予想以上にヒットして、ミュージカルとかまで行って、あまりにも受けたからアイドル化したソラさん、ソロアイドル、とジェルマダブルシックス、グループアイドル、は正直みたい。海軍はどんな感じなんだろう。コビメッポがコンビでお出しされるのはわかる。ジャニーズジュニアみたいな感じで先輩たちの番組に出してもらったりしてんだろうな。メッポは金持ちなのをものすっごいいじられてそう。舞台装置作ってるフランキー、衣装作ってるペローナ。迷子がノルマになるぞろ。コラさん絶対人気あるわ。コラソン。ドフィー、ドンガラガッシャン。ドフィー、何やってんだお前は、す。コラソン。よっと、ありがとう。九三大将は昔はゴリゴリにアイドルしてたけど、今はメイン戦場がそれぞれ舞台や映画など、個人に移ってそう。キッドとゾロは別グループだけど仲良さそう。そこ仲良いんだ？ってちょっと驚かれる。ボンちゃん振り付けしやってそう。ゾロとサンジは、マリモ、とか、眉毛、とか書いてあるうちわにちゃんと切れそう。エロ眉毛、って書いてるうちわで顔隠してるファンが男だと思って切れたら女の子であたふたしてそう。リアルでも同性ファンに対する対応の方が羨ましがられること多いし、男と見せかけて女トラップめちゃくちゃ多そうなのが姉に想像できる。結婚するならこの人枠がウソップなのはわかる。クイーン様多彩すぎて引っ張りだこになる。リーダーの不祥事で解散した伝説的アイドルグループのロックス。アイドルだった頃の映像をバラエティで流されて一番驚かれるマム。映画とか舞台で立て合って、そのレベルの高さにマジで人切ったことあるんぜ。とビビられるゾロ。ゾロとサンジとかキングとクイーンが両翼大看板という名の新芽になるんですか。いいですね。どのグループも船長という名の圧倒的センターがいるのもいい。歌はちゃんと養成所に置いていかれただけか。よかった。無理があると思われる舞台上の立ち位置変更をシャンブルズでやってのけるろう。ルフィサボエースのトンチキ衣装まとめみたいなツイートがバズる。どんなライブの衣装にも絶対麦わら帽子をかぶって合わせるので、最初は仕立て屋とかに苦言を呈されるも、結局麦わら帽子と合いつつも互いの良さを潰さないような衣装に仕上げられるルフィの衣装。キラーいないとあんまり仕事をしたがらないキッド、ドレイク、ホーキンス、キラー、その他ほとんどから NG 出されてるアプー。
バギーの隠し芸、バラバラフェスティバルが大人気になる。アイドルグループでされがちな、この中で付き合うなら誰？って質問にサンジはめっちゃ嫌な顔しそう。ステージを往左往するゾロくんに、そっちじゃないよ、あっち。頑張れー。早いねー、と歓声を上げる光景、完全に幼稚園の運動会なんだよな、みたいなツイートが定期的にバズる。言われるがままインスタのアカウントを作ったはいいが、初投稿から一切更新されないゾロ。伝説のアイドル、ガープ。ホーキンスは栗原類みたいな不思議な存在感がある立ち位置になってそう、彼も確か占いできたはず。ハートはローのファンさんに、メンバーが客よりキャーキャー言ってそう。麦わらの三強とキッドキラーは、お互いのインスタとかにめっちゃ出てる。あげる写真がないからとりあえず三時の料理あげるゾロとルフィ。ゾロが撮ってる時だけめっちゃ邪魔するし、光の加減がとか角度が色味があってめっちゃ文句言う三時。女の子大好きなのに一切文春法が飛んでこない三時と、本人は普通にしてるのにしょっちゅう熱愛報道されてるゾロ。三時、舞台、〇〇〇〇で〇〇役を演じさせていただくことになりました。レディたち、楽しみにしててくれよ。ファン、おめでとう、三角さんと共演なんだね。いっぱいいろんなこと学ばせてもらってまた新しい三次くんの魅力が見れるの楽しみだな。でも最近の三次くん、外仕事ですごく忙しいから心配。三次くんってすごく努力家だからファンとしてはすごく嬉しいんだけど、その分抱え込んじゃうところが、長文。ゾロ、舞台仕事決まった。記事リンク。ファン、終わった。来るぞ、週刊誌が。でも見たい？死ぬ。かつて、フライデーで連載持ってる、と言われた伝説のアイドルレイリー、二代目はベンベックマン。ゾロとカルフィが全然自撮り上げないから、ゾロタンルフィタンハサンジやウソップ、ナミさんのアカウントをフォローし、二人の映り込みをありがたく拝見している。お稽古つまんないよ、お父さん嫌い。で、イヤイヤしてる子役時代の動画を掘り起こされて恥ずかしがるヤマト。マルコやエゾー、エースがツイッターに上げる写真に高確率で写ってる、元アイドル現在大御所俳優の白ひげ。ああ、なんで俺が野郎のリクエストを聞かなきゃならねえんだよ。カンペ、女性からのリクエストです。なあんだ、レディからのリクエストなら最初っからええよなあ、こんくらい楽勝だぜ。で、Y 超えて愛字バランスするサンジ君の動画が公式アカウントに上がる。ナミさんとロビンちゃん、ナミさんはめっちゃ漏れてる通所上げまくってくれそうだし、お互いにメイクしてみた、すっぴんが完成されすぎていて参考にはならない、みたいな動画も上げてくれそう。ロビンちゃんはこっそり撮ったナミの写真とか通りすがりの猫の写真とか上げてる、かわいいね。シャンクス、15、トミホーク、19、がバレンタインチョコの数を競い合い決着がつかなかったという伝説の日々。なおベテラン俳優になった今はたまに差し飲みしてるのをスクープされてる。みんな富、名声、力を求めて日々ダンスや歌の練習に励んでるんだな。アイドル王、ゴールドロジャーってこと？山口も萌えみたいな伝説の引退コンサートしてそう。最前列に四季とバレットがいる。父は映画界を代表する名優で泣き母も美人女優というサラブレッドな人気アイドル、ビビ、クロコダイルが立ち上げた芸能事務所。バロックワークスがプロデュースしたアイドルたちとコラボリリースした、魅惑のめまいダンス、は極めてサイケな曲調と衣装、振り付けで大きな話題を呼んだと聞く。麦わらの一味作曲担当、ソウルキング。サンジの男は出ていけムーブは、もう一種のファンサー扱い、女ファンの中に混じってる男ファンは必ず見つけて塩対応してくるから、逆に男の同担と席が近くて喜ぶことかいそう。USJ に実際にあるサンジが出てくるレストランでも、男に対する塩対応が見たいから彼氏を連れて行く女性いるらしいから、それはマジでありそう。ナミさんとサンジは同性人気がすごそう。ナミさんは握手会とかにおしゃれしていったら絶対気づいて褒めてくれる。ナミさんみかんモチーフのアクセサリーとかオレンジのネイルとかしていくと絶対褒めてくれそう。ナミさんはその女性人気と親しみやすさゆえにお手頃価格のファッションブランドやコスメブランドのモデルやってるし、そのブランドのもの身につけてったら絶対気づいてくれるよね、わかるー。クロコダイルはドルオタがアイドルになったタイプ。ようやく白ひげと共演できる、と思ったら引退しちゃうんだよね。一応女性ファンには演技でも微笑みかけることができるハンコックだが、舞台上の演技だとしても男と意地でも絡みたがらないので、いろいろと勘違いする女性ファンが多い。ロビンちゃん、朝の情報番組でマスコットぬいの持ち方が話題になりそう。クールビューティな見た目に反し、まるで幼い子供みたいにギュッとぬいを抱きしめてる姿がまとめられている。反対にナミさんはそれ修行してきたんか？
みたいな持ち方してて、その方向で話題になる。一味の男性陣による男性ファン限定コンサートと、ナミロビンの女性ファン限定コンサート開いてほしい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。